した涙の出口の鍵を見つけたの。開けるのが怖いの。行きたい場所はいつでもこの扉の向こう側。もういっそ逃げ出せばいいよ。重たい荷物も捨ててしまえ。今に軽くなってどこかへ飛ばされてゆくよ。立ちすくむ君の答えはきっと決まってる。どうしようもないことが怖すぎるの。わかってるよ。やるしかないこと、ここから始まる。君よ強くあれ。擦れた穴から落としてきたもの。強く